こんにちは、シークエンスパパどもでございます。この度、本当に久しぶりでございますけれども、東京水天宮で、御神会をいたすこととなりました。以前の御神会のスタイルと同じようにですね、1時間に5名様をお招きいたしまして、初めの10分間に私の講演とともに、皆様方からのねお名前ですとかご紹介をいただきまして、後にお一人様、10分最低10分1コマ10分ということで、時間的なロスがないように進行をして、1時間以内に5名様ずつ礼詞をさせて、お見立てをさせていただくというような会でございます。当然待ち時間が生じます。初めの方、は一番最初でございますけどもね、一番最後の方になりますと40分50分という待ち時間になってしまいます。その待ち時間の間にですね、レイ・シュガーさんであるとですね、うちの早友と、コンビを組んでおりまして、タロット占いをやっている、なかなかの的中率とともにですね、コミック満載のお見立てをいたします、占いをします、めくるくんも参加していただきます。待ち時間にレイ・シュガーさん、めくるくん等の、タロット占いですとかオラクルカードの未来占い、恋愛占いをしていただきながら、御神会という輪を作って、皆様と共にコミュニティを取れればいいなというふうに思っております。一応開催時間というのが、午前10時半からの1時間と、午後からの1時間、2コマという、3ブロックで開催することになっておりますけれども、私はだいたいおよそ10時ぐらいから参ります。レイ・シュガーさん、めくるくんだけのお申し込みでも結構でございます。間それぞれ時間を取っておりますので、ご挨拶私はいたしますのでね、どうぞ皆様方のたくさんのご参加をお待ちしております。まあおそらく、すぐ埋まってしまうのではないかと思いますので、こちらのね動画の最後に、お申し込みの、URL っていうんですか、そういったものを添えさせていただきます。概要欄にも載せさせていただきますので、どうぞご参加の方をお待ちしております。ハッピーカモン、お待ちしておりますよということでございます。よろしくお願いいたします。